アメリカ合衆国ワイオミング州南西部にリューサイトヒルズと呼ばれる火山岩地帯があります。この一帯で見られる溶岩はおよそ3000万年前から90万年前に噴き出したもので、リューサイトヒルズのあちこちには溶岩でできたテーブル状の岩山が点在しています。こちらの写真はその中の一つ、ブラックロック。溶岩にはいくつかのタイプがありますが、リューサイトヒルズの溶岩はランプロアイトと呼ばれるとても珍しい種類のものです。ランプロアイト溶岩は10億年以上も前に地下深くで化学変化を起こしたマントルが、その後の火山活動で地上に噴き出してきた溶岩。二酸化ケイ素の量が玄武岩質の溶岩よりもさらに少なく 45% 未満で、リューサイトという白っぽい鉱物を含むのが特徴です。リューサイトヒルズ、リューサイトの丘という地名はここから来ているのですね。またランプロアイト溶岩の中にはしばしば観覧石の小石が取り込まれています。コロコロとした緑色の綺麗な小石です。こちらの写真の観覧石はブラックロックの岩山が削られることで集積した周辺の土砂の中から拾い集めたものだそうです。結構たくさんありますね。観覧石という名前は日本語名で、英語名はオリビン、オリーブ色から来ています。そして美しい結晶は宝石にもなり、ペリドットという宝石名で呼ばれることもあります。観覧石はマントルを構成する主要な鉱物ですので、地下深くにはたくさんあるわけです。つまりマントルの中でできたランプロアイト溶岩が地上に向かって上昇してくるとき、その通り道は観覧石だらけ。途中で周りの観覧石を捕獲しながら地上へと噴出したため、ランプロアイト溶岩の中には観覧石の小石が取り込まれているのです。ところでこちらのブラックロックの写真、なんだか木の切り株みたいですね。切り株の正体は冷えて固まったマグマの通り道で、いわば溶岩でできたパイプです。もともとは地中に埋まっていたのですが、周りの地層が浸食されることで地表に露出するようになりました。リューサイトヒルズは火山活動の中心でしたので、この辺りにはかつていくつかのマグマの通り道、火道があり、噴火が起こっていたわけですね。ブラックロックもそんな噴火の跡であり、火山の名残。簡単に噴火当時のブラックロックを想像してみましょう。まず10億年以上も前の化学変化で特殊な成分になったマントルが、ずっと後の時代のマントルの運動で部分的に溶かされ、ランプロアイト質のマグマができます。そしてランプロアイト質のマグマは何本かの火道を通って地表付近に到達し、そのうちの1本がブラックロックの場所で噴火しました。噴火によって周囲には火山灰が降り積もり、さらに流れ出た溶岩が火口に溜まって溶岩湖を形成。こうした火山地形が当時はできていたことでしょう。それから長い時間が経過し、今度は浸食によって火山地形が削り取られていきました。溶岩湖も噴石の山も火山灰が降り積もった土壌も、さらにはその下の地層までも広範囲にわたって削り取られてしまい、その結果かつてのマグマの通り道が地表に顔を出した。これが切り株みたいなブラックロックの形成過程です。ブラックロックはマントル深部と地上をつなぐ溶岩のパイプ、そのパイプの先端がこのように見えているわけですね。ダイヤモンドの原石を産出することで有名なキンバーライトという岩石があります。このキンバーライト、実はリューサイトヒルズに見られるランプロアイトとよく似た岩石なのです。含まれる鉱物に違いはあるものの、どちらもマントルに発生源を持つマグマが地表付近まで上昇してきてできた岩石ですから、マントルの中と地上をつなぐパイプであり、キンバーライトにもマントルで捕獲した石ころが取り込まれているわけです。ダイヤモンドというのはまさにそのようにして地上に運ばれてきたマントルの中の石ころだったのです。地上にダイヤモンドを運んできた岩石、キンバーライト。それならばよく似た岩石であるランプロアイトにもダイヤモンドが入っているかもしれませんよね。
実際にその通りで、ランプロアイトもダイヤモンドを産出する岩石なのです。リューサイトヒルズのランプロアイトではありませんが、西オーストラリアにある世界最大級のダイヤモンド鉱山、アーガイル鉱山では、ランプロアイトからダイヤモンドが産出しています。